グランプリシリーズの初優勝を飾ったのが NHK 杯。今シーズンのグランプリシリーズのポイントの対象はこのフランス大会からになります。加点される要素だと思います。次は3回転のコンビネーション。トリプルルッツ、トリプルフリップス。これもジャンプの流れが良かったですね。高さもありました。12歳の時です。アメリカのジョニー・ウィアー、 NHK 杯の優勝を大きな自信に変えてこのフランス大会に臨んできました。そうですね、NHK 杯の時よりも、より力強さも増したような、だから音楽表現が NHK 杯の時も素敵だと思いましたけども、今回もサンサスのカプチョースのって素晴らしいですね。4回転ジャンプ全盛の時代に3回転で勝負に行きます。そうなんですよね、彼は4回転を入れてないんですがね、今のジャンプもよくコントロールされたランディングで美しかったと思いますね。そしてこのスピンの美しさ、はい、フリーレグなんかが伸ばしてる方がすごく綺麗に伸びてると、またユニークな形をとってますね。ルスカーテクニック、ショートプログラムのテクニカルエレメンツは 38.50 です。そして5つの項目で採点されるプログラムコンポーネンツ、7点台を揃えてきて 37.40、 ショートプログラムのトータルは 75.90、 NHK 杯を上回って自己ベストを記録しました、アメリカのジョニー・ウィアー。